皆様、ごきげんよう。今週の御講室高清水優子です。今日のこの時間ですが明治天皇の皇后昭憲皇太后が崩御され今年で110年ということで天皇陛下はじめ皇族方が明治神宮を参拝されたニュースを中心にお届けしてまいりたいと思います。 第63回式年遷宮の準備が本格的にスタートいたします実は天皇陛下からのご長挙が伊勢の神宮に届いたということなんですこのご長挙という言葉皆さん耳慣れない言葉かと思いますけれどもこちらは天皇陛下より第63回式年遷宮に向けて準備を始める許可が届いたということなんです 神宮市長は20年に一度社殿や宝物などを新しく作り変える式年遷宮について御神体を新しい御正天へ移す最も重要な儀式、鮮魚の儀を9年後の令和15年の秋に行うことを目指して準備を始めると発表しました。9日大寺の 国浅高氏が記者会見を開きまして8日にご調教を受け取ったことを明らかにしました「式年遷宮」は1300年以上続く我が国の大事な行事です20年に一度内宮と外宮のご正宮別宮の社殿を新しく作り直し御装束御神宝である武具や日用品などおよそ1,600点をすべて一新いたします 来年、令和7年の5月から一連の祭事の開始として戦宮御用祭の伐採や搬出などの安全を祈願する山口祭を予定しています。まあ、いよいよ63回の式年遷宮に向けまして本格的に動き出すということになります。 え実はこちら神宮が発行している冊子なんですけれどもまあ非売品なのであの大変恐縮なんですけれどもこの中にも式年遷宮のことについてえ詳しく紹介されているんですねそして第62回の御遷宮の時のいろいろな写真なども美しい写真なども貴重な写真などもこのように紹介されていまして。はい。 もうこちらの式年遷宮がから10年が経過したということになるんですね、えー、ご神宝などもこのような形ですべて新しく作り変えられるということは先ほどご紹介しましたそしてこの中にですねとても貴重な絵があるんですね 明治時代のこの式年遷宮の様子をこのようにですね詳細に描かれた絵がありましてこちらも大変貴重な資料ということになるんですけれどもね、はい、20年に一度神様のお引っ越しということになります。 そしてお引越しされた後の、まあ、あの御用材につきましてはそれを再利用をしている今ですね再利用あるいは SDGs などということで世界中でいろいろなあのこう資源を繰り返し使うというふうなことが叫ばれていますけれども我が国はもう2000年以上前から SDGs そして再利用あということを行っていたことが明らかとなっています。それからあの 62回目の式年遷宮の時の儀式などもこちらに紹介されているんですけれどもこれ全部ご紹介すると時間がなくなってしまうんですけれども全部で33の儀式がありますこれから第63回に向けましてやはりこのような儀式も行われるということでその都度大事な儀式につきましてはこのコラムのコーナーでもご紹介していきたいなというふうに思っておりますいいいよいよスタートいたします。 それではこちららの新聞記事からご紹介ししてまいりましょう、はい、天皇皇后両陛下は9日明治天皇の皇后昭憲皇太后の崩御から110年となるのに際しまして明治神宮を参拝されました降りしきる雨の中モーニング姿の天皇陛下は右手に傘をお持ちになり左手にシルクハットを携えましてゆっくりと境内を進まれました。 本殿に向かわれ玉串を捧げ、深々とご拝礼になりました。陛下が参拝を終えら,終えられた後は、白い参拝服を着用されました皇后陛下も拝礼されました。両陛下に続き、上皇陛下、上皇后陛下も順番にご参拝。そして同じ日の午後には、秋篠宮皇嗣同妃両殿下も参拝されました。 明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后を祀るため大正9年に創建両陛下は明治天皇の崩御から110年の令和4年にも参拝されていますそしてその翌日になりますがご長女の敏、えー、宮愛子内親王殿下も参拝されたというこちらの新聞記事もご覧いただきながら、えー、ご紹介したいと思います。 天皇皇后両陛下のご長女俊宮愛子内親王殿下は10日明治神宮を参拝されました俊宮殿下が明治神宮を参拝されたのは初めてのことです午前10時半ごろ白い参拝区姿の俊宮殿下は神職の扇動で本殿に進まれ玉串を捧げて拝礼されました この前日には大変なこう土砂降りのような雨だったんですけれども、年宮殿下が参拝された昨日はとてもいいお天気になりました。午前中はこのように明治神宮に参拝された年宮殿下ですが、午後には勤務先である日赤の方に勤務に戻られたというふうに伺っております。そして今回ですね、こんあの素晴らしい展示会が行って行われているんです。 証券皇太后崩御110年ということとそれからですねこちらでご覧いただきましょうかそれから霞会館創立150年というまあ節目の機会が重なったということもありまして、えーね、目にも鮮やかで素敵な展示会受け継がれし明治のドレスということで前期と後期 で分かれて展示が行われています。向かって右側。現在行われているのが、四月の六日から五月六日まで、証券交代号の大礼服ということです。そして、後半なんですけれども、こちらは五月の二十五日から六月の三十日まで,で、明治天皇と家族会館というテーマで行われているんです。会場の中に展示されているものも、ちょっとこちらでご覧いただきたいと思いますけれども。 ななかなか私たちが目にすることのできない貴重なお召し物ドレスが展示されているんですよね。実際に証券交代号がお召しになったという大礼服もこちら身が向かって、はい、こちらの方なんですが。 夏用の十二人絵や冬用の十二人絵実際に儀式にお召しになったこのようなあのドレスや装束などもすぐ近くで拝見することができますのでこの貴重な機会に多くの皆様にも足を運んでいただけたらなというふうに思っています暖かい季節になりましたそしてゴールデンウェークも近づいてまいりましたいろいろなところにお出かけになる方も多いかと思いますけれどもこのように貴重な機会、えー、このような 展示会などにもお友達とあるいはご家族とおいでになるのもよろしいのではないかなということでご紹介をさせていただいた次第でございます以上今週のご講室でした